組んであります。そのまま入りましたね。さあゼファーのリリー、ここはトレードマークに反応した。そしてメデューサのファーストブラッド、爆弾いくよ。いいフラッシュのカバー、メデューサ、さらに竹地へノリセンド加わってくる。ここは2段構え、最後は待っているレータとノリセン。お互いがこのレイズネオンと、そうですね、ジェットがいない世界になりました。ファーストブラッドは竹地へのシェリフ。さあ開始はバースのクラシックでレータが落ちます。いや、竹地へ打ち合いきますね。もう頭ね、ヘッドパンチを食らいました。守るのは竹地へ、シェリフ一丁あれば十分か。竹地抜けた、これ3発返していく。バースペッパー、ラストはゼファーのワンオフォー、スリフティー、バースの3キルによってこの大事な情報取れてないんで、めちゃめちゃ難しいですよ。リーヤとパラノイア、ブームボット合わせてリテイクが始まりますが、ワンテンポ遅かったか。ファーストブラッドはキラー、タケジェがそこを抜いていきます。正面ではサジェスト、さあそのガレージではレータ。3対3の人数状況、ガレージ2はもう一人いる。しかし時間がないのでリテイクはできません。逃げていくペッパーは抑えていくノリセン。3本目はデトネーションゲーミング。ネオンのスピード感であればトレードマークを越してきます。ヌルコマンドパラノイア、ファーストブラッドノリセン、タケジェのカバーが入った。バックサイトにはタケジェ、手前にはレータ、C でキャリアダウン。サジェストが土下座をしている。その間にレータのトリプルキルで抑えました。ていますガレージにスモーク、そこから B へのエントリーです。さあ頭にきた、いやいいパラノイア、オーバードライブに対してはパラノイア。いやただ C が3名、エントリーが始まる。正面ではペッパーダブルキュー、裏からのバースは間に合うか、こねていく。ラストはメデューサとレイタ、ワンオンツーの状況。ブラストパックピークで抑えていきます。3体のか、かなり早くわお A ロングを取りに行こうとしたところは、なんとバーストペッパーで抑えて人数状況逆転。手前にはタケジェ、フラッシュは避けた。トレイルブレイザーを壊した。苦しい状況、リレーボルト、クワドラピークで潰していきましたが、ノリセン、ここもシーカーを食らう。ラストはゼファー、1人目ヘッドハンター持ち替えたが、ここでスリフティ、ただいい位置のトレードマークですね。ブラストバック返し、パラノイア入った。フラッシュ除去のタケジェに対しては先にピークをする。バースダブルキル、スモークを入れて早めのリテイクは阻止する。しかしもう手前にはゼファー、フラッシュを入れてゼファーダブルキル、3人目。あれ見えた、最後倒されたペッパー、4キルのゼファー。トレーンを使い、ファーストブラッド、タケジェ、タケジェも、さらにはレータも寄ってきます。ここで設置入っていく、おお。設置は一度阻止、残り5秒、設置をしていくが、さらに入っていく竹地、止めてやると。ただディスミス、逃げることはできない。カバーに入ったメデューサも落とされた。ラストはレイタ、角度を変えてカバーを待った。見事な、には前に出てやるとアプローチをかける。エンプレスオーバーヒル、リセットが勝った。またエンプレスのゲージが上がっていきます。浮いた、今右上にエントリー、ただロングは取られています。バックサイトには2人、レイタのカバー、ペッパーダブルキル。ロングにはこのゼファーが控えています。設置中、体力29、胴体に当ててラストは1オン3。パラノイアを加えながらバースのピーク、ロングまでは帰れた。すべての場所に行くが、どこに行く、キャンセル。それを分かっているノリセン、解除もうまく通して、今早めに入っていく。デトネーションゲーミングホワイト、調整前のラウンド。ゼファー前に出る、抜いてもおかしくない角度。タケジェのファーストブラッド、キラーが返す。
ここはサジェストのキルとなり、人数状況は4対2となっていく。裏からノリセン、正面ではメデューサ。ガレージ抑えきりましたか。ガレージは取れ、残るは C。 許された下打ち。サジェスト頭を下げスト、ゾーン2です。いいフラッシュ、スポーン取れてるの大きいですね。反応ありました。残り1名、ラスト1人、イルージョン上がった、削った、最後はメデューサ。このラウンド4キルで第11ラウンド目を取っ、オペレータータイプ。うわー、内側待ってる、バース。ここはノリセン1ミリ。A でキャリアダウン。見えた。後続。お、勝ったのキラー。ここ落としたの大きいですよ。ノリセンは手前だ。その間にバースは C サイト。これ逆に C だ。スパイクドロップ。あと30秒。A でキャリアダウン。見えた。かぶりついた。これファーストレーンで拾いにもいけない。HP ないんで。パラノイア回収できた。体力20でそのままゴーゴーゴーと逃げていく。手前にはバス、あと10秒、ノリセンが勝った。体力20、ノリセンの体力は約100。いやだ、ネオンなんでどこから来るかが分かりづらいですね。リレーボルトは一つ、解除中、上がっているのは分かってる。見えたか、リレーボルト打った。もう一度解除フェイク。この打ち合いはノリ戦だ。ワンオンスリークラッチ、このラウンド4。あれ、リレーボルト手前に入ってきた。メデューサ食らいながら、逆にカウンターの HSK。 ペッパー頭1個の勝負はメデューサ。痛いだろう。ペッパも胴体で、いや終わりだ、当てる。最後はノリセンが抑えました。手前にはペッパ、そこを落としていくメデューサ。バースがいる、バース落とした。竹地武器を回収して4対3。さあこうなるとロング設置、リテイク苦しいですね。スモークもありません。フラッシュは一つのみ。 HSK がどのぐらいでフラッシュが上がるかですが、これで4対2。ファーストレーンを駆使した。パケージが前に出る。ワンオンスリー、攻めて削りたい。手前にいる竹地を落としたところ、フラッシュリア。体力5の竹地は落とされた。4対5、サジェスト倒して、イトネーションゲーミングホワイトは奥深くまで入ってきたアタッカーサイド。これペッパーが間に合えば A ロングありますよ。ただ裏も見ている。恨み警戒のレーター。もう前に進むしかないか。そこをメデューサ打開しました。こうなるとC 展開も考えられるが、それでも A 強行突破、ショーストッパー、いけない、強行突破だ。しかし狙っていくのは C です。 A ホールド。レータは打ったことによって C が守っていたバースの裏取りを警戒していた、まあ、スパイクキャリアではありましたけれども、そこから丁寧な 3-1 とはいえ丁寧な展開を狙っていたんだと思います、うん、まあ、もしアタッカーサイドに敵がいるのであれば寄せて、ディフェンリーやペイントダウン、フラッシュ、ダブルフラッシュからのエントリーが始まって C か。サジェスのファーストブラッド、カバーに竹地が入った。リンからのカバーは HSK が入り、これで4対3。それでも設置ができているのがリジェクトです。ゼファーは裏取り、この勝負はゼファー、3対3になりました。ノリセンが中で耐える。ペッパーのピーク、ホレイルブレイザーで確実に両サイドを封じ込めた。
耐える乗り線カバーに入った中にはレイタがいる。うん、これは3人で囲い込んでいる。手前にはペッパーショーティー、勝ったのはゼファー。サジェスト HSK のカバーも入り、まだ設置はできません。苦しい状況。 A でラークしているメデューサを早く寄せたい。中では HSK の位置はレータが抑えます。残り1名、よく取った。ラストワンオス、ガチ設置しかない。バスが前に出る。ここはクロシェックの距離、ワンオンメデューサスライディングから出ようだ。スモークでそこを越えていった。メデューサがファーストブラッドを奪われました。抜いた、抜いていったレイタ。タケジェもペッパーを抜いて、これで4対3の人数状況。しかもスポーンまで取れてる。この距離タケジェやや削りましたが、キラーのキルとなりました。ただ配置上はリジェクトの方が有利です。キサが唯一ですが、ピークしていく。ここはレータもピークせざるを得なかった。ゼファーのダブルキル、ブリンクアウト、インセンディアリー、超えていった。ブリンク、ゼファー少しだけ足音は立てました。スロー、フォールトラインが入ってくる。ブリンクアウト、サジェストダブルキル、3人目。最後の1人だ。キラーのカバーによってまたもやスリフティーか。フラッシュカバー避けている。スティンビーコン、あと10秒、全員でピークをします。サジェストこのラウンド4キルです。 あえてタイミングずらす。頭にきた。ずれてしまったが、ここで頭にきたメデューサ、走っていく。ノリセンはサンダーがアップします。 A でキャリアダウン、いや倒されてしまいました。ペイメデューサ、インセンディアリー、あぶり出した。カバーのメデューサ、メデューサダブルキル。じゃあ行くよ、このラウンド3キル目。スライディングから深張りな。一番打者でしょうか。走塁も S がついています。ファーストブラッドを取られます。ローリングサンダーからのエントリー、深くまで入ったゼファー。マイクを起こした。オービタルストライクも上がりますね。そうですね、スパイクをもらいます。オービタルストライク回避しながらのタケジェのポジショニングです。しかもこれメインプラントですからね。3対5の状況、やや人数は苦しいですが、それでも耐えられるか。リジェクト、タケジェアビリティ打つ暇はない。HSK の取り返しがスタート。ラスターサジェストが抑えてデトネーションする。ゼファ挟まれた。あ、レーダーですね、失礼しました。裏は抑えて表は倒せず、ああ逃げ道なしでしたね。ただいる位置はある程度分かりました。下にいるメデューサ、リテイク阻止のオービタルストライク、インセンディアリー。カンティーンからキラー、ゼファーをワンピックして3対3。銃口が見えた。3対2。フォールトラインを入れ。これ解除阻止どうするんだ？アフターショック間に合うか？バース気合だ！気合だ！気合は足りなかった！バースの装甲が破れました！デューサー。頭に来た！頭に来た！カバーに入ったレータ、中を取っていきます。リレーボルト、手前はクリア。タワーには HSK がいる。入ってくる、素晴らしい盗塁です。まだ 55% 頭に来たゲージがあります。あと30秒。結構この幅広い戦術取ってきますよね。その連続でフラッシュ、一気に用意ドン、全員が入っていきます。フラッシュ、スティンビーコン狙っていく。サジェストどうする？ファーストブラッドサジェスト止めた、止めた。ノロマメ、アケジェノリセント、今度は中を取っていく。頭入った。3対3、前を取ってくるタケジェに対してはバース、設置完了です。ワンピック取れればローリングサンダー。
ただこの横の車線はレータが取っています。クロスの車線はどう対応する。スティンビーコンピック、レータ外さない、レータ外さない、最後はノリセン。わお、吐息った作戦というのもデトネーション取りづらいラウンド差ですから。ファーストブラッドはキラー、レータが落ちてから素晴らしいローリングサンダー、いいペイントだ。オービタルストライクのカウンターです。それでもサイト取れましたよ。ラストワンオンスリー、ラストワン持っていく中バースは走って中までノリセン勝った。チャンスがあるのか。ローリングサンダー打った、さすがにこれは手前まで早い、前に出る。あら、それでも勝ったのはメデューサ。行くよ。いやでもデトネーションゲーミングホワイトも前に出るという動きを徹底使うでしょうね。バイクを設置。ウセナとゼファーのブレードストームの、そしてノリセンのフォールトラインによってかなりキルチャンスが生まれます。1人取った、これは2対3、進化するとというラウンド。また見せるのかゼファー。あ、いいスモークですね。ゼファーのブレードストーム、この奥義が出るのか。2オン3からアップドラフト、裏を取ったバース、バイパーズピットでハーフまでは行っている、抜いているが最後はバースのキルとなりました。このラウンド4キル。スティンビーコンからのすごいカメラエントリーが始まった。 HSK ファーストブラッド、スモークはやや遅くなった。ウームボットももう反応はしません。リテイクの形はできている。4号リテイクスタート、バースが抑えて3対5。さあこのトレードキルはゼファーサジェスト武智、3対2の状況になりました。デトネーションゲーミングホワイト1人有利な状況、サジェストがいれば大丈夫か。しかしそこを武智が崩し体力14で残ります。うん、回収のアビリティ1手遅れた武智、何もできない。エントリーが始まった。デトネーションゲーミングホワイト、ペッパーのファーストブラッド、タワーまで取れているデトネーションゲーミングホワイト、早めの取り返し、レーター1人で行った、いい位置取れてますよ。アフターショックを避けて側面を取った、隠れ設置の間にメデューサ、そして HSK と互いにキルを取って3対3。ローリングサンダーに引っかかったのは1人、アフターショックが飛んでくるところはメデューサ避けています。手前にペッパーが張り付いたのは分かった。その間にサジェストはワンキル、1人やった、2オン2になります。残り1名、ラストスライディングからのダブルピークかけていくデトネーションゲーミングホワイト、ファーストブラッドはアップドラフト中、ペッパーが落としていきました。アップドラフトでの定番ポジションはよく抜きましたね。こうなるとエントリーもできるローリングサンダーも先ほど使いましたが、ああ、いない。アフターショックの開始、イリレブラストパック、そして合わせてペイント弾を投げ込んでいく。ペイント弾でメデューサが落ちました。スモークの中で見えなかったんですかね。取り返しは2人、2オン3の状況、タケジェレータ、サジェストのアフターショック、ポイズングラウ、あ、しかしここは抜いていく HSK、 当たっている、うん、最後はダブルピーク、 HSK がダブルキルで多くの選手がいる。よく帰った。リレーボルト。リレーボルトの開始。嫌な位置を取ってるな、メデューサ。追い出きスモーク。ここは、レータはランデブで帰り、ショーストッパーのペッパーは、ハケジェによって倒され。最後一人、バースが残ります。一人取った。体力51。避けている、バース。最後はノリセン。10本に出る。そしてその間に頭に来た。HSK のリコイル、このアングルはまさかのアングル、スモーカー手前にいる、タケジェ破壊しに行った。バースのカバーによってタケジェが落ち、手前にはノリセン重なった、1人ダブルピークでサジェ、テレポート可能だ。プレーターでワンピック取れればいいんですけど、顔出してくれなさそうですね。ゼファーは胴体にダメージを受けたらそのまま倒されます。倒した。
ローリングサンダー打つしかない。むしろ打たせた。ジャンプピーク。アフターショックで足止め。サジェスト、素晴らしい角度だ。これが世界で活躍したサジェストだ。こうやって実力ションでアルティメットの開始。ファーストからの進行はアフターショックで一度足止め。スネークバイトが飛んでくる中、ゼファ、メデューサ、タケジェが抑えた。11対10リジェクト。まっ、おめですか。中に入っていく。ファーストブラッド、レイタ、 HSK がそのレイタを倒して4対4、バイパーズピットまでつなげました。一気に取り返しが始まる。リテイクのリジェクト、タケジェ、中ではメデューサ、暴れ回るショーティー、そして HSK、 隠れ設置しかできないか。残り1名、細かいところを打ち抜いた。残り時間4秒、ゼファーどうする。バイクを設置、 HSK、 エースはならず、ゼファーが12本目取得。そうだ、はい、動きというのが取れていたのがリジェクトでしたね。武器苦しいですか。入れながらのセットアップ。いや、これはドロップだけで完結させるか。接着決まった。どれだけペッパーが耐えられるか。与えられた使命、手前に入ったペッパー、素晴らしいプレーだ。カバーに入ったメデューサ、4対4。上設置に対しては空爆、 HSK 上から来るぞ。アフターショックで止め、ポイズンクラウド、そしてスネークバイトで足止め。いい作戦ですけど、インセンディアリーまで、インセンディアリーまで持っていった。さらにはローリングサンダー足止め、解除はできません。パーティーを台無しにし、いや解除